はい、皆さんこんにちは、高木です。今日はですね、久しぶりの整備動画、作業動画ですね。これがプリウスですね、50プリウスなんですけども、リアクォーターパネルっていうのがありまして、そこがね、素材がちょっと悪いのか、何年か経つとね、表面のねクリアが剥がれてしまうような状況かと思うんですが、それをちょっと見ていただいて、今日はそれを交換していく作業動画になります。では見てみましょう。はい、で問題のパネルなんですけども、これが50プリウスですね。でここがね、なんだか知らないけど、どのプリウスもみんな剥げちゃうんですよね。これガラスじゃないんですよ、樹脂パネルなんですよ。なんでこう表面のねクリアが、ほらひどいっしょ、こんな状態なんですよ、ね、これ数年でこれはひどいよね。で新品がね、取れました、純正品番はこちらです。右左で番号が同じか、あ違うね、62505と62505ね。こんな結構大きめのね袋で来るんですけど、これなんとね1個5000円ぐらいなんですよ。なんで左右で1万円もあればね、これがリフレッシュできてしまうということになりますね。良い子の皆さんはちゃんとマスキングするんですけど、私はちょっとマスキングしないでね、一気にいっちゃいたいと思います。こちら側からね、こうかかっても外れちゃうから、これマスキングなんかしなくてね、でここがね、ここは気をつけから気をつけましょうね、ここはね。はい、こんなプラスチックではまってるだけのパネルだったということになります。ちょっと気づいたかな。はい、気にする方はね、やっぱりマスキングをねしましょうね。でこういうパッキンを取っていきます。こういう風にね、相手側にねクリップが残ってしまったのは除去しましょう。でこういうのもね、こういうのも剥がしてきれいにある程度はしてあげます。これがこう、これがこうで、クリップにね、全部このようにクッションも入っていることを確認しまして、で両面テープは剥がしちゃいます。はい、こうね、はめるだけですからね。ほい、ほい。まあなんということでしょう、カピカピに剥がれてしまっていた50プリウスのクォーターパネルが、見て鮮やか、こんな綺麗なクォーターパネルに変身しました。50プリウスも新車の状態に戻りました。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。50プリウスのね、クォーターパネル交換、まあ反対側もね同様の要領でやっていただけたらと思います。意外とね知られてない低価格で直せる50プリウスの不具合点ですね。またね、こういったちょっと特殊な作業ありましたら、時々ご紹介していきたいと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあね。高雪追走クラブチャンネル。